はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。今日はちょっと毎回やるたびに具合悪くなる検査を、ちょっと病院でやってきまして、まあ、肺がん の定期検診なんですけれども、ちょっとテンション低くお届けするかもしれないですけれども、毎回熱でんですよね。で、熱出るたんびに、まあね、2年前は、コロナじゃねえかみたいな、で個室に移されて、毎回個室に移されるという、ことをやってたんですけど、まあ無駄だよななんて、思ってたんですけれども、難民申請を繰り返し川口に住み続ける解体屋ケバブ屋のマヒルジャン、昔その近所に住んでたという方からご連絡いただきまして、移り住んだ時から裕福であった、しょっちゅうトルコに里帰りしていた、出国トラブルで空港で暴れた、お門違いの消防隊員を脅迫していた、だそうで、自由に帰国できるんじゃなおさらね、難民じゃないんじゃん、フェラーリとランボルギーニ乗り回してるっていうしね、難があるから難民なんでしょ、帰国できないとか帰国したら迫害されるとかね、帰国すればひどい目合わされる、これも全くの嘘だったっていう、ことになりますね。だってしょっちゅうトルコにお里帰りしてるっちゅうんだもんね。偽装結婚による強制送還逃れを進める NHK 犯罪教唆番組優しい猫、追加情報、スリランカ人の恋人を持つ母とクルド人の恋人を持つ娘の奔走で無事見事強制送還逃れ不法滞在継続に大成功、ドッキリ大成功みたいな、まあおっさんしか知りませんね、これは、世論です。犯罪者を全力擁護する NHK、 犯罪者に優しい猫、女性を滞在するための道具にしてんのにフェミニストや人権団体だんまり、気持ち悪いプロパガンダ、不法滞在成功には共産党の支援が前提見てないけどドラマでも共産党っぽいやつが活躍してたんでしょうか、ドラマでも保険証使い回ししてた、かわいそうで社会を混乱させるな、公共性ゼロどころか有害、なぜ山上や青葉はNHK に突っ込んでいかなかったのか、山上は安倍総理、襲撃殺害犯人、青葉は京都アニメーションで何十人も焼き殺した殺人鬼ですね、こりゃプロデューサーを国会に呼ばないとな、お前不法滞在だろって指摘されてからの結婚っていうのは不可能だそうで、 NHK は堂々とね嘘を放送しとると、娘の恋人がクルド人ってぶっ込みすぎでしょ、母親揃って、母と娘揃って外国人犯罪者好きは遺伝っていう設定なのかね、不法滞在イコール犯罪者ですからね、都合の悪い時はトルコ国籍、こういうドラマではクルド人ってなるんけ、って放送してんけ、私見てないからわかんないですけども、犯罪教唆や犯罪ほう助はですね、つべは敏感なんですよね、脅迫罪を犯してると思われてる、思われたガーシーのチャンネルの即永久削除の刑に処されましたけれども、 YouTube ね、 NHK 自ら犯罪教唆してて、なんでこれが公共放送なんだろうと、疑問に思っちゃいますね。 NHK はじめ朝日毎日共産党がクルド人の味方の理由はですね、サンリズカ闘争組とつながっているから、あるいは、まあ、共産党朝日毎日 NHK とつながっているからサンリズカ闘争組ともつながっているとも見て取れ、クルドを知る会っていう、まあ、支援団体みたいなのなんですけど、フェラーリとランボルギーに乗り回してんだから支援なんかいらなくね、むしろお前ら日本人を支援しろ、困ってる日本人支援しろ、いう話なんですけど、そこがですね、サンリズカの小麦畑から
川口のクルド人家族たちに全粒粉650キロが届きました。誇らしげに発表しておりました。全粒粉、まあ小麦畑からだから小麦の全粒粉650キロ、これ相場だと90万円ぐらいになるそうであります。現在の三里塚闘争組、まあ、だ生き残ってんだって。まあ、高齢化も甚だしいとは思いますけれども、中核派、共産党、社政党解放派の生き残り、この三派の生き残りなんだって。成田闘争初期は、共産党と社会党も参加してたんですけど、あまりの暴力激化と、世論が味方せず、形勢不利と見て、フェードアウトをしていきました。なんで三里塚組とクルド人がつながってんのか詳細不明なんですけれども、クルド人はトルコ国内から体制破壊をするグループと見てですね、革命仲間じゃーんつって接近したんだが、三里塚組も高齢化で絶滅寸前と思うんだけど、 NHK 朝日毎日には影響力があんのかな。全部推測で詳細不明ですけど、いつの日か全部明らかになる日が来るでしょう、多分ね。立憲共産社民が集結、保険証を残せの一点突破で頑張ろう、なんか集会やったそうであります。世論、なんでこんなに頑張るんや、そりゃ顔写真付き身分証明書なんて作ったらなりすましができなくなるだろう、外国人の不正利用に道を残したいんだろう、表に出れんお仲間とかやろう、まあ指名手配中のやつとかね、資金源が減るから、共産系の病院が困るから、共産党員の中でも使い回しさせたりしてるんだろうな、ここまで徹底的に拒否してると不正利用してんだろうなって思っちゃいますよね。多分共産党病院案件じゃない、共産党にとって超巨大利権だから、という意見がありまして、そっか、医療費無料の生活保護受給者を使わなくても、ちょっと病院はしごして薬かき集めてこーい、やんなくても共産党は病院持ってんだから、本人確認困難な保健所でいくらでも薬出せますね、そういえば。でもって北朝鮮に横流しと、北朝鮮労働者党幹部の健康を支える共産党病院ってことですかね。北朝鮮の社民はともかく、立憲はですね、ゴミマスのマイナ保険証批判に乗っかってんですかね、何も考えずに。今の保険証廃止は来年秋だそうで、それまではまあ火のように反対するんだろうな、ワイドショーでも何でもね、動員して、我々は共産党系の病院で不正できなくなるもんねって拡散しましょう、そうしましょう、確証はねえけどそう言っちゃいましょう、私は訴訟ウェルカムですし、じゃあやってないこと証明する、言えますもんね。そんでね、どういう説明されても納得できない、説明になってない、疑惑が深まったって言ってりゃいいもんね。連中のやり方をそっくりそのまま返してやりましょうよ。赤旗社会部長三浦誠、100年間読まれ続けている本屋、100年間続く和菓子の老舗に亡くなった方がいいなんて言いますか、それは伝統歴史文化、そして民主主義の破壊です。これ維新馬場幹事長に亡くなった方がいい政党、公安監視対象の危険政党って言われたことに脊髄反射で口答えしたみたい。そんで即座にですね、お前ら2600年の皇室打倒を当然にしてるやんか、即座に致命傷を返されるという様式日をやっておりました。100年続く共産党だから攻撃してはならないみたいなことを言ってますけど、それは歴史文化、民主主義の破壊であるなんてことを言ってんですけど、全然筋違いだよね。世論、共産党はそういう老舗を数多く潰してきたよね。支持する人や共感する人がいるのを無視して安倍がやってたよね。党員も議員も減ってていらんっていうことや。69年続く自衛隊も潰そうとしてるじゃん。赤はポストと消防車だけでよ。いや、自ら老舗だの伝統だの、こいつらの自己評価の高さが恐ろしい。まあね、バカほど自己評価が高いっていう、ダニングクルーガー効果って、いうのもありますもんね。共産党が手この手で潰そうとしているトヨタもそろそろ100年。共産党は必要ないんで消えてください。赤旗社会部長は伝統歴史文化の破壊やめるって言ってるのが、唐突にそこに民主主義どさくさまぎれで
混ぜないでくれる、共産主義者のくせに民主主義の破壊がお前らの最終目標でしょうが、スイスベルン大発表、左翼活動家の正体、嘘と時に暴力を含む言論弾圧を用いて伝統文化階層秩序を破壊する活動をしている自己愛性人格障害のサイコパス、その目的は嵐や愉快犯同様自己の歪んだ快楽追求と仲間内での地位向上なので、論理による説得は不可能。まあ仕事としてやってるってことだな。有名左翼になればですね、サンモニに呼ばれたり、報道ステーションに呼ばれたり、表現の不自由点だの、若年被害女性支援事業で公金徴収できますもんね。まあ仲間内での地位向上ってやつだわな。秩序や伝統を破壊してやったっていうね、歪んだ満足感も得られるしね。共産党は伝統、そういうわけでベルン大の言うところによると、伝統文化階層秩序を破壊しようと日夜頑張ってってことだから、いざね自分らが潰されそうになった消えた方がいいなんて言われると、伝統歴史文化破壊をやめろってなんだそれって話なんだよね。殺していいのは殺される覚悟をした者だけだって中学校で教わんなかったのかな。自分らだけ安全なとこから一方的に攻撃したいっていう、俺らにこういう攻撃が進んだって、それこそね、左翼は甘い。まあ、幼稚ですよね、脳みそがね。この赤旗社会部長がいくつか知りませんけど、随分甘ったれた人生送ってきたみたいだな。それに共産党消えた方がいいっていうのが、なんで伝統歴史文化破壊になるのか、全然わかんないですね。論理が全然わかんねえ。有害だから潰そうとしてる、ただそれだけですよ。潰そうともしてないよ。支持者が減って自然に消えるんだお前らは。共産党は日本の伝統文化階層秩序を破壊しようと日夜頑張ってんだから、我々共産党敵とみなして戦うべきなんですよ。これは防衛戦ですからしゃあないんですよ。論理による説得は不可能ってベルン大も言ってんだし、殴られなきゃわかんないんだし、まあ、殴っても上がんないかもしれないですけどもね、あいつは、あいつらね。というわけで、自分ら伝統文化、秩序破壊しようとしてるくせに、自分ら消えた方がいいなんて言うと、それは伝統、歴史文化の破壊だって、ふざけんなっていうですね、ちょっと久々に、カチーンと、まあ、共産党は敵ですから、普段は何言っても、あんまし、私は腹立ったりしないんですけれども、まあまあ、ベルン大の定義、左翼活動家の定義っていうのを覚えておくと、後々役に立つかもしれません。なんで、投票権がない外国人を優遇したかんだって、共産党は。そんなの票にならないんじゃないか。これは秩序の破壊を目指してんだ。って、ピンとくることが結構、ありますね。というわけで、具合悪い中、お送りしました。テンション低くて、申し訳ありません。デトックスジャパン。